現役トップ女優の一人、鈴木京香さん。本人も世間も一番気になってることは、やはり結婚ではないでしょうか。今、最も輝いている某俳優との10年越しの愛に決着はつくのか。そして、それとは別に、彼氏よりもずっと前から因縁のあるあの女王の動向を過敏なほど気にしているのはなぜなのか。鈴木京香さんと彼氏とあの女王の不思議な三角関係について気になったので見ていきたいと思います。鈴木京香さん、ご出身は宮城県仙台市で、今年で52歳なんですね。名前は京都のように古風で優雅な女性に育ってほしい、そんな思いが込められているのだとか。ご家族はご両親と兄の4人家族。しかしご両親は離婚されていて、お父様は2002年に肺がんで他界されています。お母様も体調を崩されていらっしゃるのだとか。幼い頃はとってもおてんばさんで、中学時代は意外にも陸上部所属で、とても足が速かったそうです。しかし一転、高校では美術部に在籍。絵画が好きだった父親の影響なんだとか。学歴は東北学院大学経済学部商学科を卒業されています。在学中から仙台 SOS モデルエージェンシーに所属してモデルとして活動していました。1988年、金棒水着キャンギャルに選ばれたことがきっかけで本格的に芸能界入りしました。翌年、映画愛と平成の色男で女優デビュー。1991年 NHK 連続テレビ小説君の名はでヒロイン町子役で全国区に。中でも脚本家の三谷幸喜さんにはとても気に入られていて、テレビドラマ王様のレストランをはじめ彼の作品の常連となっています。そして忘れてはいけないのが、2010年の NHK ドラマセカンドバージン、許されぬ不倫愛に身を任す出版プロデューサー中村瑠衣役の迫真の演技にものすごい反響が沸き起こりました。さらに人気に拍車をかけた理由が、これドラマでの不倫相手役だった俳優の長谷川博己さんと実生活でもドラマさながら恋人同士になったことでした。実際はどうなのか想像しちゃいますね。さて、長谷川博己さんですが、生まれは東京で、中央大学文学部卒の文学座出身。父親は武蔵野美術大学名誉教授で、建築評論家の長谷川隆さん。出演当時はまだ舞台俳優上がりで、売り出したばかりの新進俳優。片やすでに大女優の鈴木京香さん。芸歴のみならず年収も約7000万円と言われる彼女とは比較するまでもない格差でした。しかし現在の長谷川さんは、2019年 NHK 連続テレビ小説満腹に続き、 NHK 大河ドラマ麒麟が来るでも主役を張る大物俳優になりましたね。かねてから長谷川さん自身も、彼女に恥ずかしくない男になったら、そんな風に周囲に漏らしていた。結婚ですが、10年経った今も極秘交際を続けてきたこれまでと何も変わらないまま、これまで様々な結婚と破局の報道が何度も繰り返されてきた2人。チャンスはあったかもしれませんが、長谷川さんの父親が癌で亡くなったり、エリカ様やコロナ禍による不運も重なって結婚のタイミングを逸したのも事実。一方、鈴木京香さんもいくつものマンションを持ってるのに、同棲せずいつでも会える距離で行き来しているといいます。東京オリンピック開催年にメモリアル婚だとか、5月には誕生日婚だとか言われてましたが、数々の X デーは実現しないまま、長谷川さんは現在43歳。どんな恋愛をしてきたのでしょうか。長谷川博己さん、
鈴木京香さんとの交際前を調べてみると、驚きの情報が発覚。まさに、リアルセカンドバージン。と言えるような情報でした。長谷川博己さんと鈴木京香さんの出会いは、セカバでの共演でしたが、しかし、その時点で、長谷川さんには結婚まで、約束した相手がいたと言います。そのお相手とは、女優の白石美帆さん。出会った時にはすでに人気女優でしたが、当時まだ無名で舞台だけだった長谷川さんにぞっこんであったと言います。白石さんのマンションに長谷川さんが転がり込み同棲していて、お互いの両親にも顔合わせも済んで、いよいよ結婚秒読みという時、突然の破局を迎えたのです。まさに長谷川さんがセカバで一気にブレイクしたその時でした。結婚まで誓い合っていたにもかかわらず、白石さんに会う時間も徐々に少なくなり、すれ違うようになっていったといいます。実際長谷川さんにしてみれば、仕事の方を取ったということでしょう。それだけなら良かったのですが、それだけなわけがなく、共演した鈴木京香さんと付き合いだしたわけですから、白石さんにすれば納得いかなかったでしょう。無名時代からずっと支えて、結婚まで誓った仲なのに、自分よりも10歳も年上の鈴木京香さんに、結婚相手を略奪されたわけですから、鈴木京香さんや長谷川博己さんへの、やり場のない怒りは未だに、心の片隅にくすぶっているのではないでしょうか。白石美帆さんはその6年後、2016年、V6 の長野博さんと結婚し、二人のお子さんに恵まれています。鈴木京香さん。とにかく、長年の相棒を得た現在、それ以外で最も気になる存在だと噂されるのが、あの女王様だと言います。その人とは、90年代後半、コカ・コーラの缶コーヒー、ジョージアのテレビ CM で大ブレイクし、癒し系の女王と呼ばれた女優の飯島直子さん。一休みしようと甘ったるい声で語りかける姿に、世の男性はことごとく骨抜きにされました。飯島さんのことがなぜ気になるのか、それにはとんでもない因縁があったのです。そもそも同い年でもあり、共に金棒水着キャンペーンがあるに選出されて注目を集めた2人。88年に鈴木京香さん、89年に飯島さんでしたが、実は88年の最終選考には飯島さんの名前も残っていたのですが、飯島さんは落選。この時の悔しさがトラウマになって、キリンビールなど次々にキャンギャルを務めて顔を売り、グラビア系から深夜番組大好きなどのバラエティに進出して、タレント路線に進んだ経緯があります。一方、それとは対照的に、鈴木京香さんは女優業に専念し、91年、当時は若手女優の登竜門だった、NHK 朝の連続テレビ小説、君の名は、に抜擢され、華々しく主演デビューを飾り、ライバルの一歩先を進むことになったかと思いきや、実際はそうではなく、ブレイクすることもなく、しかも当時の朝ドラ史上最低視聴率を叩き出すほどの大番狂わせを演じ、これが尾を引いて長い冬の時代に突入したのだといいます。まさにそんな矢先だったんです。飯島直子さんがジョージア効果でドラマや CM に引っ張りだこの大ブレイクを果たし、バラエティタレントから癒やし系女優へと見事なまでの華やかな転身を遂げたのは、それだけでなく鈴木京香さんにとって一番屈辱だったのはこれではないでしょうか。実は96年の1年間だけですが、ジョージアの CM に半ば強引に癒やし系のレッテルを貼られ出演させられたことではないでしょうか。それはまさに癒やし系女優として
全国区になった飯島さんの後塵を拝した上に、ひざまずかされたも同然だったのではないでしょうか。一説では、その当時、インタビューで、癒やし系が NG ワードだったほどだとか。その後、鈴木京香さんは着々と、女優の道を駆け上りましたが、私生活では、未だに未婚のまま。一方、飯島直子さんは、二度の結婚と一度の離婚を経験し、今はセレブ妻になっていますが、またしても、今の夫の不倫に頭を悩ましているのだとか、結婚できない女と不倫されて悩む女、今のとこ、イーブンというところでしょうか。しかし、熱き熟女のバトルが、また、始まるのではという噂で持ちきりだとか。というのも、今年公開された映画「太陽の家」で、およそ2年ぶりに飯島直子さんが銀幕に復帰をしたからだというのです。業界筋では不倫夫に見切りをつけて、このまま仕事のペースを上げる可能性も低くはないと噂されているからです。しかも飯島直子さんの事務所には、あの白石美帆さんも在籍しているのだとか、なんとも、とほほな感じが否めませんね。そんなわけで、鈴木京香さん、癒し系女王のなおちゃんの動向に、内心穏やかではないのもあながちですね。いかがでしたか？あなたはどう思いますか？私は、鈴木京香さん、わかります。元ヤンの直子姉さんだけではなく、同じ事務所に彼氏を奪った元カノがいるなんて、やばすぎます。なんか起きそうな気がするのは考えすぎでしょうか。しかしながら、これからもお二人の活躍が楽しみでなりません。幸せになれるよう応援しています。それではまた次回お会いしましょう。